ひろこです。この番組としては今年最初ということになりますかね。はい、そうですね。でも8日ですからな。そうですね、もう幕の内も取れて。そうですね。でも幕の内が取れたと言ったやつがいた。幕の内がいくら訂正しても幕の内はよとか言うないんだよね。一時違うだけでえらい違いですよね。そいつは幕の内弁当のことなんつったか知ってる？丸の内弁当っていうの。これはね、東京駅で売ってるからなんだからね。同級生なんだけどね。すごいよ。上天丼を揚げ天丼と呼んだんだからな。面白い方ですね。すごいやつだったよ。ギターの某マスオっていうやつなんだけどね。そういうことは言いたしまして、正月はどうでした？お正月は忙しかったですね。お正月さ、主婦としてはどうなの？めちゃくちゃ忙しいので来てほしくないですね。そうだろうな、子供はずっといるしな、家に。そう、お客さんも来ますしね。客も来るんだ。一応休めないやな、お酒は出さなきゃいけない。そう、それでずっと家族がいると3食必ず作んなきゃいけない、うん、そうだよな。だから朝食べ終わるとお昼は何にしよう、昼食べ終わると夜は何にしようって、子供は騒ぐ、そう、何かをやる、何か見たい、子供の友達遊ぶに来る、めちゃくちゃ、ね、来た親戚は酔っ払ってもういいっすか、お酒いいぞなんか言いながら、嫌だよなって椅子あって、酔っ払う親戚の親父、あれ嫌だったな、小さい時からさ。そうですね、なかなか帰らなくてね。帰らないな、ちびちびちびちなんかつまんでさね。うん。感じて大きかったわよな。うん。何なんだよ、大きくなったら、寝てな。はぁとか。うるせえよ、この親父は、本当に。上着脱いじゃってね。そうそう。しっかり和んじゃって削り出しちゃって入らねえんだよ。奥さん、もういいっすか、もういいっすから、もう時期おいとましますって、お前それはお前3時間前に言った言葉じゃねえか。結局有名しくて酔いつぶれて寝て帰っちゃうんだよね。そうなんですよね。あ、奥さんでも連れてくればいいんだよ。奥さんも少しはな、まあ、帰りましょうとか言うけど連れてこない、そういうやつに帰って知って言いたそういうのいましたね。いるね。金が毎年いるんだ。まあ、俺たちは、伊豆に行ってたからね。のんびりできました。あ、のんびりで、伊豆にいるやつは遊びに来ただけでね。そう、やっぱりどっか行っちゃうに限りますね。行っちゃうに限るね。うん、うん、あとは、そうね、伊豆にいるやつがちょっと来て、あと姉の子供が、くちゃねくちゃねするもんでさ、あ、一番早く寝て、一番遅く起きて、一番多く吹くんだよ。太っちゃうじゃないですか。太ってるんで、寝てたから引っ張られて、この野郎ってまず噛みついてさ、でそいつの兄と二人でずっとくすぐりの毛やったの。吐きやがった。大失敗いじめだーとかなんか言いながら吐きやがってさ、あの野郎。胃がもう昨日あんなことやったから、もうとにいつの頃のこボロ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 食ってんだよ。ステーキは食うしなの。お前胃の調子がおかしいんじゃ、あそうだとかなんか言いながらね、よく食うねあいつら。ほな兄貴の方は大晦日になって歯が痛いとか言いだして、やってねえよお前、伊豆で歯医者なんかやってねえだろとか。それでいつも行きつけの酒屋に出ましてさ、歯が痛いっつってんだけどね、あ本当、ちょっと待っててって、なんとかなんないかわかんねえって言って、そしたら5分も経たないうちにピンポーンって来て、誰だろうと思ったの、酒屋なんだよ。はい。今すぐ来て、今すぐ。今出かけるとこ、ストップかけてんだから、歯医者を。すごい。それで大晦日連れてって。よかったですね。よかったよ、あれ。もうほんと一家、子供なんかを玄関口でこうやって出かける用意してた時に。迷惑な話だよ。伊豆の人間はいいね、やってくれるんだもんな。ねえ、やっぱり親切ですね。あそこの酒屋はね、俺のね、顧問。顧問なんですか？なんでもね、頼んでるの。チャーシュー作ろうと思って、この間、チャーシューのタコ糸がないんだよ。ね、酒屋行って、奥さん、タコ糸ある？あるかもしんない。すごい。確か去年の正月、タコ揚げしたから子供がって出してくる。つまみは生きたイカを調達させたいね。やってくるのよ、よく。酒屋さんだけを営んでらっしゃるんでしょ？酒屋だけ。へぇ、不景気だって知ってたよ。そうですか。あのね、バー関係にね、レミマルタのところが出ないんだって。ああ、そうでしょうね。焼酎しか出ないんだって。でも伊豆あったかったよ、今年も。
あ、そうですか、うん、いいですよね、お正月伊豆なんて行かれたら。そうね、金あるからね。始めましょうか。始めましょうかね。はい、日産ラジオプロデュース、タモリの瞬間、ダイナマイク、ダイナマイク、ダイナマイク。今年から私はですね、新規一転しまして、身のある放送にしようと思ったその矢先ですよ、うん、今日はなんと55分の短縮が出花なく行かれる。そうですね、せっかくだったのに。ダメだ、これ出花55分、うん、嬉しいね。でも政治改革からな、米のこの部分解放、ゼネコン問題の問題で書かれないことは山ほど今日あったんだよ。はい、とりあえず今日は流すよ、俺は流します。いつもと同じですね。じゃあ曲でも行ってみましょうか。はい、またスキーにお出かけの方もいらっしゃるかもしれません。松任谷由実さんでサーフ天国スキー天国。今日は超短縮でございますので、おめでとうテレフォンとラジオカー出初め式、この中継の呼び出しはありませんということで、はい、割愛させていただきます。割愛させていただきます。日産音楽相撲土俵でドン、ね、今日は目黒区ひもんや 5-2-5 にございます東京日産ひもんや営業所からお送りいたします。さて、お知らせの後は早速新年第1回目の大人のニュースに入りたいと思います。ここからの時間は人間の優しさを車に、ライフトゥギャザー日産がお送りします。スコブル、スコブル広い新型ブル、大人4人が実にゆったり乗れてしまう、それが今度の新型ブル。お求めはブルーバード販売会社へ。スコブル、スコブル静か新型ブル、静かな室内で子供すやすや、妻もすやすや、それが今度の新型ブル。お求めはブルーバード販売会社へ。スコブル、スコブル楽ちん新型ブル、初心者も自信が持てる気楽な取り回し、それが今度の新型ブル。お求めはブルーバード販売会社へ。スコブル、スコブルスイスイ新型ブル、高速道路の波に乗る余裕の走り、それが今度の新型ブル。お求めはブルーバード販売会社へ。スコブル変わった新型ブル、街行く人がおやっと思うニューデザイン、それが今度の新型ブル。お求めはブルーバード販売会社へ。毎年の大人が年末年始は忙しいね。そうですね、タモリさんも出ずっぱりですよね。ディナーショーが108本あったでしょ。ん？それから紅白の演出すぐやって、で元日からまあサッカーの天皇杯の出身ですよ。その後ビッグスリーゴルフの祝賀会があったでしょ。これ徹夜だよ。それ明けてすぐ箱根の上り走って、あ、それでその足で小田原で細川さんと合流して伊勢神宮に参って、それでトンボ帰りしてね、大学ラグビー。スーパーマンみたいですね。そう、明治側と法政側で戦ったよ。戦ったんですか。これじゃ下が何枚やっても足りねえよ。足んない。今更春の海というのも何か間が抜けた感じもいたしますが、妙な選曲をすることでおなじみの当番組ディレクター小池清、小池清のセンスでお送りいたします。さて、平成6年1月1日付で日本放送の主任から特別職一級という、なんだかよくわからないものになりました。私上柳雅彦36歳右投げ左抜きが松の内をまとめた大人のニュース新年会編。それでは行ってみましょう。警察庁のまとめによると、三が日の全国の主な神社仏閣への初詣客が過去最高となる8544万人に達することが分かりました。東京箱根間往復大学駅伝競争、いわゆる箱根駅伝は山梨学院大学が11時間を切る記録で総合優勝を果たしました。12月31日に放送された NHK 紅白歌合戦は
平均視聴率で第1部 42.4%、 第2部 50.1% となり、かろうじて年間最高視聴率の座をキープした形となりました。1日に放送されたフジテレビ、タモリ、たけし、さんま、ビッグスリー世紀のゴルフマッチで、タレントのタモリさん、本名森田和義さん48歳が4年連続で通算5度目の優勝を果たしました。以上、この時間上柳雅彦がお送りした大人のニュース新年会編でした。しかし、何と申しましても年末年始のテレビにはタモリさん、まさに八面六臂のご活躍でした。いい友の特大号で華麗な仕切りを見せ、徹子の部屋では料理の才能を遺憾なく発揮し、元日は朝から電話で辛口トーク、午後にはゴルフで V4 達成、いやいや本当にお疲れ様でした。本年もよろしくお願いいたします。まともだね。なんか硬くありません？特別食って硬くなるんですよね。硬くなるのかな。お餅の古くなったのみたいですね。少ししびれしてるね。どうしたんだかも見えない。どうしたんでしょう。これなんかふざけないっていう条件で特別食だったのかね。ああ、なるほど。道理で早い昇進だと思ったんだ。この前衆院になったばかりだろ。そうですよね。おかしいな。衆院に 2年くらい前です。2場所で通り過ぎたような感じだったよね。早いね、うん、特別食一級になりますとこれは残業手当はつかない。そうなんですね。残念だったな。残業ってアナウンサーだから相当ね、残業あると思うんだけど、これがね減っちゃうんだよ。泊まりとかもありましたけどね。泊まりなんかもうタダで泊まり。タダ泊まり。サービスのいい売春みたいな。あらららららら。これもうガクッと今本人はね、心身とか悲しいんだかね、わかんないよ。うん、複雑な心境。かなり減るよあれ、収入としては。ローンもいっぱいあるのにね。ローンもいっぱいある。大変だよこれ。ちょっとね、元日から暗くなったりあるのとか。そう、それで硬かったんですね、ニュースが。そうだ、もう俺やってらんないよってことで、あれ冗談も言わなかったかな。なるほど、そうか。板は落ちるのよ、これは。そうなんですか。うん、残念だね。ちょっと飲みに行く回数も減るね、これね。ねえ。しかし、年末のあの、この番組の忘年会で言わない、ひどかったね。ひどいね、あれはね。悪酔い。女の子には抱きつく、頭殴るしね。ねえ、トイレのブラシ持って出てきた時はびっくりしましたね。驚いたね、あれ。何に使ったのかね、あれ。トイレのブラシ、何に使ったのか。汚いですね。汚いな。しょっちゅう立ってたよね、それでね。そう、立ちっぱなし。嫌いなことは言うしさ。ひどいな、あれはな。あれで特別職一級だもんな。どうすんだろう、生活は。しかしまあいろいろとよく知ってんね、俺が何をやったっていうのね。そうですね。これで漏らさず書き込んでありますか。書き込んでるよ、ここ。そうですか。橋はよく知ってるよ。俺がやることを知らなかったサンチャンネルの教育テレビのさ、教員の小宇宙人体までちゃんと書いたのもんな。きっと暇でずっと家にいたんじゃないですか。あれ、ヘメレケに酔っ払ってさ、はい、やってんのも知らなかったのに。人体やるんだよっつって、途中から見たのよ。で、姉の子供2人と俺の友達と、ヘビレケンだって、その当時はもうその子は夜中じゃない。肝臓っつうの見てたんだ。自然とみんな飲まなくなって。そうでしょうね。これが肝臓がアルコールを分解する時の顕微鏡写真ですとか、みんな思わず置いちゃってんのよ。今日はこのぐらいにして。今日はこのぐらいにしてくれ。あれは冷水浴びせるにはいいな、あの番組や。絶好のタイミングだったんですね。肝臓だからよかったから。やっちゃったっていうことでございまして、まあ年末年始、こんなもんか。まだ事件中、事件もないでしょ。うん、こんなもんだな。今日出番がないんで、ちょっと無理やり私作ってもらったんですけどね。作らなくていいよ。でないから。ちょっと待って。それじゃあ次行きましょう。お知らせですよね、次はね。どうも明けましておめでとうございます。日本放送の上柳雅彦ですと。はい、そうでした。いや、あのね、宴会テレビね、大騒ぎしてずーっとね、宴会の半分ずーっと立ってわー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 やったのね。あなたでしょ。あなたね。まあ、はしゃぐね、これ写真ができてきたの。これ何やってんだ、これね。トイレに入ったら出てくるとき大騒ぎね。これ寝てんのをさ、縦にして見たら、これ縦で見えるよ。バイトの女の子後ろから羽がいじめにするわね、これね。これはね、これだけ見るとは流れがわからないから、こういうふうに。
変なふうになるんだけど、流れがあって自然なんだから、バイトの一番年上なんだから、どうしたって年上の人が一番はしゃぐかね、あれ、宴会で。若い者が飲んでるの見て、ああ、よかったよかった、飲んでくれ、食べてくれって言ってないじゃないですか、一人で。お前、しょうやじゃねえんだよ。俺はしょうやじゃねえんだから、お前。最初のうちは一番端っこの方の席に座って、いいのかなと思って、あのとこでいいのかなと思ったら、そんなのもう数分ですよね。まあ、よく食べる、よく、まあ、立ち上がって、俺は何もしてないよ。叩く、殴る。父さんのことなんかも抱きつこうとして、えこんなもう抱きつこうとした柳さんですよね。どうだろう、俺は違う。俺は酔っ払っても一応こう見分けてる。何を見分けんですか。いやでかいなとか言う。何です。いやもう本当にでも静かにできんのか、特別賞月給だったんだから。あとね、人の会社のね、そういうのをいちいち放送で言われていいんですよ。ほっといてください。私のローンがどうあろうかなんとかほっといてください。もうほっといてないじゃないか、仲間なんだから。いいんですよ別にそういう意識はないんだから、僕でいいって言ってますから。奥さんも一応文句言ったらやっぱ大丈夫ですよ。もういいんですよ、もう本当に。特別賞月給になったっつったらさ、やっぱがっかりしたんじゃないの。まあいいですから、もうそれはいいんです。あ、言うの帰り飲み屋かなんか一杯なんかして辛抱したよな。君辛抱したとかなんか言いながら、もう電気開けて、特別式行きな。黙ってな、自然となるんですから、別に。大したことじゃないじゃん。この野郎、給料が下がるから、下がろう。玄関口で。玄関口で。いや、本当にまあ、その人が宴会で出たんだな。宴会の時はまだ知らないんですか、僕は。狭い時に、あの宴会場で店わざわざ開けてもらってるのに、カウンターに座るわな、上に飛び乗るわ。大変だよ。知らないんですね、ああいう時、ああいうふうに言っちゃうともう。ずっと知らないの？わー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 。本当に。トイレの中からタワシ持って出てくるわ。あれね、驚いたね。これね、驚いた。何すんだろう、驚いたね。本当にもうね。何をやってたんだって、それからもうね。まあ今年もよろしくお願いします。そういうこと。タワシ持って何やってたんだ。何やってたんでしょうが。うまいな。トイレとペーパー持って出て一人投げつけるわね。うまいな。本当に。一番金があって、一番有名で一番年長なんだから、もう静かにしない、ああいう時は。資金管で騒がなきゃいけないな。何言ってる。俺が騒ぎは誰が騒ぐ。やるならやるなって心境だよ。玉砕戦法ってのかな。パリじゃないよ。このまま終わったら全部俺が取って終わるじゃん。喋るだけ喋って。よろしくお願いします車と呼ばれるものの多くが丸くなってきている。いわゆる流行りのデザインなのだろうか。しかし真の車らしさを考えれば、もっと高級さの本質を追求すべきであると思う。ドライバーの品性を語る姿、こだわりを貫いた形、そんな姿と形を持つ車でなければ高級車とは呼びたくない。まず姿がいい、形がいい。姿と形、これが新しいセドリックです。日産の形を見てください。ローレル販売会社です。気になるモノマネ天気予報、今年も張り切ってます。森本レオになりきっている上柳特別徳様、どうかよろしくお願いいたします。普通にやらせてください、普通に。で、日本付近は移動性の高気圧に覆われていて、晴れのところが多くなっています。まどろっこしいでしょ。都心でも晴れ間が出まして、天気は回復に向かっております。ただ気温はあまり上がらずに、午後1時現在都心の気温が5度と、昨日の同じ時間に比べて 3.5 度低くなっています。これから今夜にかけては大体晴れますが、今夜遅くには一時的に雲が出そうです。明日は日中の気温も上がりまして、穏やかな冬晴れの一日になりそうです。東京地方です。今夜は曇りで、夜半頃まで時々晴れ。明日は晴れ時々曇りでしょう。1ミリ以上の雨の降る確率は今日夕方から明日の正午までが 10% と予想されています。なお関東各地には乾燥注意報が出されています。火の元には十分にご注意ください。以上、天気予報をお伝えしました。
短縮バージョンといえども、スポーツと音楽が程よくミックスされた近未来クイズ土俵でドン、新春にふさわしく厳かな雰囲気でまとめていただきましょう。畑中アナウンサー、田代アナウンサーの鏡割りコンビがお送りする日産音楽相撲土俵でドン。新しいスカイラインのエンジンルームにバッテリーはない。走りのための理想の重量配分を目指してスカイラインはレイアウトの見直しから始めたのである。なぜそこまでと問われたら、走りこそが車の基本性能だからと答えるほかはないだろう。追いかけて追いかけて、その先にあるものへ。明日スポーティーに生きる日本のグランドツーリングカー、新スカイライン誕生、日産です。日産音楽相撲土俵でドン。どすこい。よー。どすこい。早いよ。イントロ県大戦場。あなたが横綱目標に。ソウルの目標は。まったく違いないよ。日産音楽相撲土俵でドン。わーい、かかった。かかったよ。この二人も不用意に構えてないで。引っかかったよ。さっきの橋の顔が今すごかったですね。すごい。それでまた俺驚いちゃったんだけどさ。立ち直れない。わあ。恥ずかしい。それほど驚くじゃないよな。目ってあんなに大きくなるんだね。すごい大きな目だったよ。それほど驚くことじゃないよ、これは。俺が単に大きな声出しただけなんだから。スタジオでリラックスしすぎですよね、この二人は。そのままで突っ込んでいった女後ろで。そんな感じになるね。漫画みたいな声になりますね、ちょっと驚くね。ああ、ダメだ。年が明けてもさっぱりとしたウキウキトークのこの企画。はい、今日は森田さんのお屋敷にほど近い東京日産ひもんや営業所からの中継でお送りいたします。さて、今日もヒント出しましょうかね。はい、大晦日の紅白の歌合戦は歌手別視聴率1位のあの人の歌ですね。あ、電飾に輝きまして、とんでもない、あれはもう舞台装置ですね、衣装っていうね。そうですね、大掛かりでしたよね、今年も。今年はもうあれは終わるっていう話、最後っていうふうにおっしゃってましたね。あれはもう行きようがないでしょ。そうですね、ステージいっぱいに広がってましたからね。だからあれどんどん豪華にするから、あれでもう上に行っちゃうんだよ。うーん、だどんどん衣装小さくしてる。逆にだどんどん最後はパンツ一枚でその次の年はどうなのかというのをやっていきゃいいよな。あ、そうすると視聴率にも結びつく。結びつけてどんどん、ああ今年はスキャンティーだとか言いながら、ああこれ T フロントになったとか言いながらね。なるほどね。あんまり興味深いものを感じないっていうね。興味深いですよ。小林幸子があなた胸手で隠して T フロントで歌う思い出だけと思い出す。そうそうそう。まあでもまあね。全部言いませんでした今。ぼーっと聞いてると。お年玉ということで、サービス。はい、もう一曲は、これはそうですね、ヒントとしてはラグビーシーズンですね。そうですね。私も花園にはたくさんの思い出があるんですよ。あ、そうなんですか。まあ、私、神社の方ですけど。神社ですね。ボラれてね、学生の時に甘い言葉に誘われて。高校ラグビーをテーマにした名作ドラマ、スクールウォーズの主題歌でしたからね。はい。披露した時には、ユンケル。ああ、縮めると披露になりますよね。だけやわかるでしょう。それでは、ここから日本放送の若い2人をお迎えしましょう。はい。おせちもいいけどカレーもねを勝つまで入れて実践した田代。好きですね。田代は今年あの初日の出の実況やったんですよ。あ、そうでしたよね。私は日本で一番夜明けが早い女って言われてね。
いやーすごかったですよ。初日の出の中継をですね、初日の出ができりましたというような言葉で締めてですね、関東平野が揺れたという話が、私はスタジオでひっくり返りましたけどね。できた今、あ、今、初日の出ができりましたって CM 言っちゃったんですよ。何にもしようがないですよ、こっちとしてはもう。できりました完全に出たってことが、いや頭を出したんですよ、こうシューッとね、なかなか雲が出なかったんですよ、初日が、うん、で雲の合間からこう出たのか出ないのか分かんない中継をずっと彼女がしてたんですよ。 あ出ましたと、あでもやっぱり今違いますとかなんとか、どっちなのって素人のとこみたいなやつだったの。そのうちに周りの方がですね拍手を始めたんですよ。でも多少が感極まってですね、うん、できりましたどこで羽田空港ビッグアイズかバードアイズか展望台のとこでやったんですよ。ビッグバードじゃないの？ビッグバードのバードアイだわ。あ、そんなのあるの？あるんですよ、屋上ですよ。あ、そう。綺麗なとこなんです。できた。できた。できりました。もう誰も何も言えなかった漢字は出てますけどね。できりましたって。初日の出の中継で笑いを取ったの話すだけですよ。大したもんですよ。いいな。その田代さんと、そう、三が日は一人で坊主めくりをしてしまったんで、よろしくね。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いや今日もお越しいただきましてありがとうございます。由美ちゃん、本当にあれは手出し名言でしたよね。ありがとうございます。いやあれは返せないとはできる女って言われてますけど、ね、頑張ります。はい、ということで今年もよろしくお願いいたします。日産音楽相撲土俵での今日は東京日産基本屋営業所場所でお送りしていきます。フローリングの床が非常に綺麗というですね、新しい、ね、営業所でお送りしてまいりますが、それではまず今場所の展望といいますか PR をお願いしたいと思います。東京日産基本屋営業所場所、今日はやっぱりお正月ということでね、華やかにまいりましょう。ショールームレディーの宇野幸子さんでございます。拍手どうぞ。いやもう目黒通りに面した本当におしゃれなところなんですけれどもね、できたのはいつ頃なんですか？去年の1月12日オープンですので、もうすぐ1周年になります。はい、本当にもうあと3日、4日ぐらいで。そうですね。そうですね。はい、わかりました。非常にね、綺麗なところでございます。フローリングの床も非常に、まあ、新しいという感じですが。さあ、何かご制約いただくと、キャンペーンというのを。今年1月から3月中に新車お買い上げのお客様の中から先着1500名様に、8万8000円で、ニュージーランドの旅をご招待いたします。ニュージーランドですか。はい、あ、これは新婚旅行なんかにぴったりかなと思いますけれどもね。これは東京の各販売、日産販売会社でもやっている、東京の日産で扱っておりますので、ぜひお買い上げください。はい、わかりました。そして、まあ、本当に蛍光灯が今キラキラと、ね、光っておりますけれども、営業時間とそして、詳しい場所の方をお願いいたします。はい、営業時間はショールームの方が、9時から夜の7時まで営業しております。はい、場所は目黒通り沿いの大英碑文屋店の初向かいになります。目黒通り沿いでただ一つの日産ですので、分かりやすいかと思いますので、ぜひいらっしゃってくださいませ。はい、ありがとうございました。ショールームレディの宇野幸子さんでございました。大きな拍手どうぞ。なんか終わりの時間のところで口ごもっておりましたけれどもね、やっぱり残業が多いんでしょうか。そういうことを考えておりますけれどもね。はい、それでは日産音楽相撲土俵でどん、それでは出場者の紹介と参りましょう。どうぞ。まずは東方寺の部屋のキャプテンを務めていただきますのは、こちらの営業所のカーライフアドバイザーの土井秀夫さん、入社10年を迎えた28歳。はい、お客様は水野学さん、お正月は寝て過ごしたという24歳の会社員の方、そしてリスナー代表は石森由美さん、二児の母の37歳、以上のお三方です。はい、大きな拍手どうぞ。石森さんはお子さんもね、3人、近くにいらっしゃいますけれどもね、一緒に頑張っていただきます。さあ、続きましてはラルゴ部屋でございます。はい、キャプテンを務めていただきますのは、こちらの営業所のカーライフアドバイザーの中島純子さん、22歳、そしてお客様は池田康子さん、22歳、銀行にお勤めの OL さん、リスナー代表は辻恵子さん、32歳の主婦の方、以上のお三方です。はい、カーライフアドバイザーキャプテン中島さんはなんか健康的にお焼けになってますけど、スキーに行かれた。はい、スキー明け。あ、一年中一年中スキーに行ってらっしゃる。素晴らしいですね。はい、このお三方で頑張っていただきますラルゴ部屋でございます。はい、それでは参りましょうか。はい、今年最初の日産音楽相撲土俵でドン、今日は本当に明るい雰囲気の東京日産鬼門屋営業所場所でございます。それでは行きます。発狂どうも。
第1問目です。土俵でドン。土俵がどうもこれマネテラノ。はい、それではテラノ部屋のキャプテン土井さん、冬のリビエラ。はい、結構でございます。コロッケスにぴったりでございますけどもね、はい、冬のリビエラでございました。大差にいいのが寺の部屋でございます。1点先行ですね。では第2問いきましょう。土俵でドン。これアキヤちゃん、ラルゴ。はい、ラルゴ部屋キャプテン中島さん10回。はい、そうでございます。中森明菜さんで10回です。曲、ね、は1回しか書けませんでしたけれどもね、曲は10回でございました。はい、中島さんがお答えいただきまして、1対1の同点であります。では3問目です。土俵でドン。さあ続いてはスーパーイントロ1問2点、はい、さっきヒントにもありました。寺の部屋、水野さん冷静に答えていただきましょう。はい、思い出酒。はい、結構でございます。小林幸子さんで思い出酒です。はい、思い出だけでございましたね。水野さんはですね、サザンオールスターズのカラオケなんかをね結構お歌いになるということで、歌の時には変わるんだそうでございますけれどもね。はい、はい、寺の部屋2ポイントを獲得したので3対1で寺の部屋リードです。はい、思い出だけですね。私と変わらないぐらいの豪華な衣装で登場でしたね。紅白の時はね、はい、ほとんど顔がどこにあるか分かりませんでしたけれど。はい、続いて次の問題いきましょう。土俵でドン。スマップのスマップの歌のラルゴ部屋いきましょう。池田さん、テンダラーズ。テンダラーズってことです。はい、スマップでテンダラーズです。紅白で歌ったんでしたっけこれ。そうですそうですか。池田さんね、紅白ご覧になりました？見てなかった。で、まあ、50% 2人に1人は見てらっしゃらなかったわけですから ね、 ね、池田さんは銀行員の方でございます。はい、はい、今得点は3対2で寺の部屋のリードです。はい、行きましょう。土俵でドン。これもさっき聞いてるんですけど、スーパーイントロ1問2点ラルゴ。はいはいはい、ちょっと迷いながらもラルゴ部屋中島さん、ヒーロー。はい、結構でございます。朝倉美希さんでヒーローです。いや、言わずヒーローでございますね。はい、私揺れるヒーローとしか聞こえませんでしたけども、ね、英語力がなかったですね。はい、スクールボーズのテーマソングでございました。ヒーローでした。さあ今2点取ったんで4対3でラルゴ部屋が逆転しました。逆転しましたね。女の子チーム逆転です。シートゲームでございます、ね。はい、女の子頑張れるかどうか。6問目いきましょう。土俵でダン。テラノ、テラノ部屋土井さん、いい日旅立ち。はい、結構でございます。です。山口百恵さん、なんか赤い絆では国広富幸さんとね共演して、あ、結構国広さんによく似てらっしゃいますね、土井さんは。弟が似てる。あ、弟さん。でも双子でいらっしゃるそうですからね、似てるはずなのにおかしいですね。そうなんですね。プラスして唐沢俊明さんにも似てるというのはちょっとお世辞かもしれません。今の1問で同点になりました。4対4です。いいところまで来ました。行きましょう。7問目です。土俵でドン。ラルゴ。ラルゴ部屋、池田さんどうぞ相談し合いながら。はい。うん、それです。あ、どうでしょう。男はつらい。はい、結構です。はい、正解です。秋吉さんで男はつらいよです。そうですね。客席の方がなんかね、男性ということで、でも平均年齢がこちらの対象的に比べますと10ぐらい違うからという感じで、こちらの方が8秒あったからという感じです。もういいよ。5対4でラルゴ部屋がリードしました。はい、どうなりますか。まだまだシーソーゲームが続きます。続いての問題8問目です。土俵でドン。寺の部屋渋く水野さんでございます。はい、どうぞ。シクラメンの香り。はい、正解です。シクラメンでシクラメンの香りです。いやー、シクラメンの香り、渋い水野さんでございますがね、いつも女性を送る時もこれこんな声なんだ。そうかもしれないですね。そんなこと考えてしまいますか。はい、5対5の同点になりました。また同点ですか。9問目です。面白い。土俵でドン。まあ、お正月といえばハワイかな。そうなんですね。テラノ。はい、テラノ部屋、またまた水野さんだ。憧れのハワイ航路。はい、結構どうです。はい、正解です。岡晴夫さんで憧れのハワイ航路です。よく体育祭なんかのね、応援歌に使われるんでしょうかね。かなり古い曲ではあるんですけどね、耳なじみの曲だと思います。6対5で寺の部屋リードしました。1点リードです。
結びの一番。さあ最後の問題、得点は6対5。もちろんナルゴ部屋にも逆転の可能性はあります。はい、最後の1問は2ポイント獲得です。では参りましょう、はい、土俵でドン。が出ました。では客席の方、分かった方いらっしゃいますか。昭和52年のヒット曲なんですけどね、これ。はい。分かりそうな方は、あ、やり上げました。はい、女性の方が手が上がりました。はい、それではどうぞ。夢芝居。夢芝居。似てるかもしれないけど、野口五郎さんなんですよ。似てる。野口五郎さん。じゃあ正解は、いきましょう、はい。正解はこれでございます。どうぞ、野口五郎さんで、ニューヨークです。残念でございましたね。顔真っ赤にしておりましたね、ちょっと。でもちょっと残念でございました。メガネを取るとなんか秋元直さんにそっくりかなという気がします。そうですね。本当に美しい方だったんですけど、残念でございます。答えていただけなかった。はい、しかし点数は変わらず。では結果は、寺の部屋6点、ラルゴ部屋5点です。逆転なりませんでした。はい、寺の部屋の勝ち。なんかまあ静かなる投手といいますかね、水野さんが非常に頑張られた感じがいたしますね、はい、では来週お願いいたしましょう、はい、来週はすっかりおなじみになりました中央区は銀座 5-8 の1の日産銀座ギャラリーからお送りします。予選時間いつもより早い1時から行います。はい、ということでお越しいただきたいと思いますね。あの都心の伊東市でございますからね、はい、どうもお誘い合わせの上お越しください。ということで今年も始まりました日産音楽相撲土俵での今年も一つ、ね、よろしくお願いをいたしま す, しお願いします。東京日産鬼門屋営業所場所の日産音楽相撲土俵で飛んでございました。どうもありがとうございました。また来週。あ、お年玉の方はね、小池ディレクターに渡してあるから各自受け取ってね。一人で大体50万ぐらいだから。あ、そうですか。じゃあ先、後ほどね。50万くるぜよ。さすが、なんかなかったんだから。何の価値もないじゃんね。さて、来週1月15日土曜日は成人の日ですよね。土俵でどんも日産銀座ギャラリーから成人の日にふさわしい内容でお送りするはずです。お楽しみに。の時間は人間の優しさを車にライフトギャザー日産がお送りしました。さて先週といってももう去年のお話になって古くなって申し訳ありませんが、駆けつけ紅白歌合戦の日清サラダ油8000円のセット、この当選者100名様なんですけれども、20名様だけ発表させていただきます。ちなみにキーワード、清志小池というディレクターの名前だったんですけど、間違えたと言うんだからあれだけ言ってんのよな。そうですね、まあ、清志小池と書いていただいた方の中から20名様とりあえず発表させていただきます。足立区の小川育子さん、千葉市の鈴木勝次さん、川口市の橋本元子さん、杉並区の金子康子さん、草加市の住田秀道さん、中野区の宮内義晴さん、藤沢市の久保康子さん、葛飾区の木村美代子さん、前橋市の宮下恒井さん、世田谷区の上野美代さん、海老名市の小林房江さん、三郷市の宮地元次さん、大田区の長谷川正明さん、川崎市の五十嵐明人さん、足立区の市川淳子さん、新宿区の山部清美さん、鎌ケ谷市の吉田道夫さん、練馬区の露木正明さん、船橋市の伊藤美智子さん、中野区の山本雅代さん、他80名様が当選なさいました。おめでとうございました。ありがとうございます。さてフェッチングはいつものように、季節の音エンディング、あ、エンディングか、
あ、いつもやってるからすぐ間違えた。間違いやすいですね。安くないわざと間違えてんだよ。季節のお便り、はい、ご紹介しておく、今日は年賀状をもらいましたね。あ、ありがとうございます。本当に皆さん方からね、はい、年賀状をもらいまして、何を考えてるのかよくわからない人もいますが、千葉県銚子市の達川義行、これ宛先はすごいですよ。ステレオ日本放送郵便番号10087ステレオ日本放送。社名なのかな、ステレオ日本放送ってな。向かい側にももう一個あるじゃないかな、会社が2つある。すごいね。これね、何時もないんですけどね、印刷してある年賀状なんです、文章の。はい、印刷してる年賀状にしてはですね、昨年中は大変お世話になりました。怪我や事故に気をつけて、本年も内藤よろしくお願いいたしますって書いてある。へえ、珍しいですね。全部人にこの怪我や事故に気をつけてって言ってんだろうな、うん、病気を書いてる。こういった病気とか言うよな、うん、忘れたんでしょうね、うん、ハッピーニューイヤー、まとめていただきましてありがとうございました。江東区の木戸静子さん、この方はよくまあまあなんか入ってきますよね。あ、明けましておめでとうございます。タッピーでございます。昨年はワインをいただきまして本当にありがとうございました。土曜日のタモリさんの放送を楽しく聞いております。またアシスタントの彼女、受け答えがとても自然で聞いていて肩の凝らないのがいいですね。ありがとうございます。今後とも楽しい放送を期待しております。ありがとうございました。一応彼女っていうのがあって、この人の名前をあいますので、覚えていただきたいと思います。そうですね、どうぞ。違うって言うと思ってまだ彼女の方がいいですね。どうです、よろしくお願いいたします。どうおと言います。はい、堂々としたのどうですか。あ、そうですね、交尾の美って堂々とした交尾という、そうですね、堂々とした交尾という、こういう意味なのね。分かりやすい解説ありがとうございます。本当にすいません。あとこれ13歳の女の子が聞いてるぜ。あら、まずい、まずいぜ。やりたい放題しちゃダメだね。こんな大人になっちゃいけないっていう見本みたいな放送ですもんね。まずいな、13歳は想定してないからね。ほら、だいたい40以上想定してんだから良識ある大人をね。鈴木みずほちゃんですよ。まあ、ありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年も体に気をつけて楽しい放送をしてくださいねと。私は堂さんの綺麗な声が好きで、私もそんな声になれたらいいなと思ってますと。いや、とんでもございません。このみずほちゃんはね、こんにちはって言ってそんなことない。そんなことないですよね。女清彦って言われてるんですよね。タモリさんはなんでそんなに面白いんですか。最近土俵でどんのタイトルコールがつまんないです。33歳の女の子がすごかったぞ。患者としてはすごいぞ。昔みたいに額に血管が浮き出るほどやってください。お返事くださいって。やりますよ、お返事書かなきゃいけないのかな。そうですね。13歳聞いてられるとちょっと意識しちゃうな。中学生高校生聞いてないと思うからさ、何でもやってたもんね。来週から楽しいことになるな。ですね、ちょっとね、今までのままじゃね、ちょっと考えよう。来週、1週間経つと忘れちゃうんですよね。この方々には、見た目よりもコストの高い番組オリジナルステッカー、ガッテンくん、非常にございます。これをプレゼントいたします。はい、どうもありがとうございました。本当にまあ新年早々こんなに短い放送で、私としても非常に心外でございます。残念ですよね。私も責任ある一人の大人として、この始末の組み合わせをすべく、来週は思い切って55分の編集を行います。組み合わせてない。もう本当にラジオを聞いた皆さんには、じゃあ涙でございます。ひどい。今言ったばっかりじゃない。13歳の子に聞いていただくにはって言ったばっかり。わかりませんね、これ。私に反省を促す暇があったら、人を許す人間になれるよう、自分を変える努力をしてください。もうダメだ。さて、この後は高校サッカーの決勝戦の模様をお送りいたします。先のボール遊びに大人の仕事はもう早上がるか？悪くないな。また来週。ごきげんよう。